いや、っていうかさ、これ根本のさ、これマジ面白くなかった？これめっちゃおもろかったんだけど。これマジおもろくない？これ。これマジおもろいんだけど。もう平然と2をぶち込んでくるあたり、やっぱさすが根本さんだなーっていう。2てさ、ゲームになってねえからな。まあゲームになってないのかもしれんけど。勝てねえから、マジで、2は。これ超面白かった。で、そんな中で一つだけ繊細に決めてる4.5。これ何なのこれ。 一人なんか一キャラだけ繊細に決めてるんだけど。 5にしろよ、じゃあ。 4とか5にしろよ。なんで一キャラだけ4.5なんだよ。他のなんかもう超漠然と4でしょ、これ。もう3、これもう2、無理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 とか言って。ダルシム、まあ有利だと思うけど別にそんな超楽ってわけじゃねえしな。6、6、6っつって。ジェイミー、まあよくわかんないけど5っつって。JP、この部分がこうで、あーで、これに対しては JP これやることあるから、4.5。いや、ないだろ。ないだろ、これ。これダメだよ。これはね、まあ相当。いや、これツッコミ待ちだと俺はもう感じた、正直。これはツッコミ待ち。まあまあ別に秋が強いキャラだと思わねえけど、これはツッコミ待ちだなっていう。やっぱしっかり JP だけ4.5なんだよね。まあリリー、まあきついのかもしれんけど、まあ別にきついきつくないとかはまあぶっちゃけどうだっていいっていうか。ぶっちゃけどうだっていいというか。何がきつくて何がきつくないのかなんてのはもう俺にとってはどうでもいい。ただその2という組み合わせが平然とあるのにもかかわらず、そこに対して6キャラもぶち込んでるにもかかわらず、 JP だけ、まあ、4.5っていう繊細な数字をつけてるっていうところ、2はかなり面白い。2てつけらんねえよ。2はつけらんない、なかなか。いや、やっぱツッコミどころちゃんと用意してくれるよね。やっぱ根本さんいいね。相当面白かったわこれ。センスあったね。秋はね、まあ弱いというか、まあ現状を評価されてないというしかないね。まあ俺はあんまりやってないから、わかんないんだけど、やってる人たちが弱いって言うんだったら、まあ弱いんじゃない？まあぶっちゃけ下のね、ランクなんてどうだっていいんですよ。誰が一番、何のキャラが一番弱いかとか。ぶっちゃけどうだっていい。あんま変わんねえと思うし。竜より弱いって別になんかその不幸自慢してるみたいだからさ。ぶっちゃけどうだっていいんだよ。